皆さんこんにちは写真家の吉住志穂です、えー、今回はですねこちら、えー「オリンパスプラザ東京、えー、クリエイティブウォールにて、えー、写真展ジュエルボックス」ですね、えーまあ、宝石箱という、えー、意味なんですけども、えー、夜景やイルミネーションを撮影した写真展を、えー、12月2日木曜日から13日月曜日 の期間開催いたします今回はその作品解説ということでお話ししていきたいと思いますではですねまずこちらから夜景を撮影するというとこう真っ暗な時間帯からスタートするというイメージがありますがこのような えーこう空がですねまだこうトーンを残している時間帯これがすごくね綺麗で、で一日にまあ一回のチャンスしかないですのでぜひこの時間からスタートして欲していですねそうしますとこのように夜景もこう綺麗に見えているんですけれども空がねこう色が黒ではなくて色が残ってその色がまたこうねこの場合はの水にも ちょっとね映っていて画面全体がこう色がある状態ですねこういう時間帯、えー、となんかね「白母」とか「トワイライト」とか「あとマジック・アワー」とかねいろいろ呼び名があるようですけれどもこんな時間からねスタートしていくといいですね。じゃあ、えー、時間の目安なんですけれどもどういう時間で撮影にね向かえばいいかと言いますと。 日に日にこう日の入り時刻っていうのが変わってきますけども、まあ、インターネットなんかでね日の入りでこうね撮影する場所なんていうのを検索するとその日の日の入り時刻なんていうのをね探せたりします。日の入りということはまだ夕景ですので空が明るくて夜景も目立ってこないですね。でですのでこの空ののこ空トーンが残っている時間帯の撮影 えー、チャンスですけども日の入り時刻から、まあ、約30分後ぐらいですね、えー、なので、まあ、調べた日の入り時刻ぐらいには、えー、もうその現場にねスタンバイしていてで大体こう10分から15分ぐらい経つともうあのいい感じに、えー、だんだんね、えー、空の明かりはもう暗くなってきてで街のねイルミネーションがこう輝き出すということで 日の入り時刻に、えー、撮影をね始めてしまうとまだちょっとこう、えーまあ、暗い雰囲気にならないので日の入り時刻に、えー、到着してそしてまあ10分15分ぐらい経ってから撮り始めるで、えー、日の入り時刻からだいたい30分後ぐらいがあベストタイムかなと思いますね。どどんどん、ね、空は明るいいところがが、ね、上からこう暗い部分が 降りてきてきで,ののですね、えー、なのでねこう今3枚の写真出てますけども日の入り時刻に撮ったのが左上で、えー、そこから少しね時間が経ってきて空のトーンが残ってるんですけどまだちょっとね明るさが目立ってこない。でやっぱ30分ぐらい経ちますともうすっかりね、えーまあ、暗い感じにはなってますがまだ空のね、えー、色。 トーンが残ってますので、えー、こういう時間帯に、えー、まあ、えー、ぜひね一日一回のチャンスですから、えー、そこからスタートするといいですね。で、空のトーンが残ってるということはですね、ホワイトバランスを変えると色の雰囲気が変わるんですね。いろいろねちょっと四枚写真、えー、まあありますけれども、左上これが、えー、まあ太陽光ですね、晴天太陽光。 太陽の光にね合わせているということはこれ補正がかからないのでその場の色がそのままにだから夜景の空ねとかイルミネーションの空の色がそのまま出てきますで右上はと言いますと曇りこれドン天ですねちょっとねオレンジ色が足されるんですねなのでこの夕焼けの空の色がちょっとオレンジ色が増してでとこの 明かりのね色も少しオレンジ色が強まっていますでガラッと変わるのが左下白熱灯これ電球のマークですねこれに合わせると電球のオレンジが補正されるんですが空がですねこうクールな青に変わるのでこれもまた面白いですねで私が一番あの好きなホワイトバランスなんですけど右下の蛍光灯が意外と 面白いんですねえ。ホワイトバランス蛍光灯にしますと赤紫色が加わるということで、えー、こうオレンジからグレーのグラデーションが、えー、紫とこう赤紫のグラデーションになってくるんで、空の色がねすごく綺麗なんですね。えー、そのホワイトバランスで撮影したのがこちらなんですけれども、えー、ちょうど下にですねこう水が張っているところがありまして、天地こうね。えー シンメトリーのようにここでもホワイトバランスを蛍光灯に変えましたのでなんかここ、ね、赤紫紫から赤紫のグラデーションが出てきたということで色をねこう変えることによって雰囲気を変えることができます。またこちらも これね同じ場所なんですけどちょっとこう、えー、手前にこうオブジェが入ってまして、えー、こちらはですねホワイトバランス青いので白熱とですね、えー、先ほどとはまた違って、えー、青くクールな雰囲気ですね、えー、後ろには東京タワーが見えているのと上にあの白い線がピューッと入ってますがこれは飛行機の線ですね。 えー、まああのね空のこのブルーのトーンがやはり下のね水にも映ってますので、えー、真っ黒だとこう黒い面積が多くて華やかな感じが、えーまあ、ちょっと少なくなってしまうんですけどもこういったね空のトーンが残ってる時間帯であれば、えー、画面全体がこう、ね、色に包まれるように撮ることができます。さてさてて、まあ、そんな、ね、空のトーンも 意識しつつ、えー、水辺の、えー、夜景っていうのすごく面白いですね。えー、こうね明かりがですね水に映るとすごくね綺麗に見えるんですがあの目で見るとそんなに明るくは感じないんですね。でも写真はですね露出補正が えーまあ、かけられますのであの見た目よりもちょっとね明るめに撮るとより明かりがこう、えー、増えた、ねえー、より明るくなったように、えー、感じられますのでそこはうまく、ね、露出で調整してまあ撮っては見てみてね、えー、どれぐらいがいいかなちょっとね明るくしてみると思思っってていいいるよりも、ね、あの華やかになっていいと思いますね、えー、そして、えー、このね映、えー、り込みなんですけども。 えこうね綺麗にこうに下にえ色が映っておりますけどもちょっと次の比較を見てみてくださいえ夜のえーシーンですとまあ自然とあのシャッタースピードは遅くなりがちですねまあ三脚をつけてブレを防ぐなんていうのを撮ったりしてますけどもえ左の写真のシャッタースピードは5秒。 これでも日中の撮影に比べるとねすごく長いように感じますけどもで右の写真がね、まあ、この時13秒でした写真を見比べてみますと建物とかにね変化はないんですけど水のこう表情がちょっと変わってきて5秒ですとこう波のまだこう、ね、入り組んだ感じが出ているんですが13秒になると、まあ、ちょっと違いですけど、ね、こうなだらかな感じになってくるんですね。 シャッタースピードが長くなれば長くなるほど、えー、こう波のねこういったえこう差がこうなくなって平坦にこう感じられるようになるんですね。ですのでこちらのようにやっぱり波がこうね、えー、抑えられたようになっていて、えー、こう滑らかな感じにきれいに映り込んでくれますのでシャッタースピード えー、なんかね動いてるものはないから、えー、シャッタースピードを意識する必要はあるかなと思うんですけども実は水が動いてるんですねなので、えー、シャッタースピードも意識しつつ、えー、撮影してみてください。 次の写真なんでですすけどもこちらはですねやはり水に映ってるんですけども夜の噴水もこうライトアップされてるとすごくね面白い形になったりしますのでそれがちょうどこのね水に映って上下対称型になっているのでもう完全にこう、ね、上と下と同じ形になるようにフレーミングをして撮ってみました。 ささてさて、えー、じゃあちょっとね次の写真をご覧いただきながら、えー、カメラの、えーまあ、夜景を撮るときにねやっぱり夜の撮影ってね難しいなっていうイメージがありますけども、えー、とまず三脚をつける場合はですね感度設定 ISO、えー、感度、えー、カメラの基準感度がですね200ですので三脚をつける場合は200に合わせるのがおすすめです。 えー、オートにしておくと自動的に感度が上がってしまって暗いところでは画像が荒くなりますのでせっかく三脚を、ね、つけるんでしたら、えー、きれいな画像でということで、えー、感度200がおすすすめで,すで、えー、手持ちでもですね感度を上げれば、えー、明るいイルミネーションでしたら、えー、ブレずに撮れることができる場合もありますので三脚を使わないで撮影する場合は感度オート。 えもしくはですね任意で感度を合わせてブレ、えー、ないぐらいのこうシャッタースピードになるように取ると、えー、手持ちでもね、えー、夜景が取れたりしますので、えー、感度をうまく合わせてブレ、えー、ずにシャープにですね取、えー、ってみてください。えー、では次ですね、えー、この不思議な線の重なり。 これ何かというとですね夜のの遊園地の乗り物を撮影したんですねそうすると乗り物の部分自体はブレ切ってしまっているんですけどもそのね乗り物のこう照らしているこの明かりの部分だけが残りますのでこう線の軌跡だけがこう形を描いていてねすごくこう不思議で面白い。 人間の目にはねこのようには見えませんので写真ならではの、えーまあ、写り方だなと思いますね。これはね一部分を切り取ったものなんですけども、えー、またね全体を取るとこんな感じで、えー、こう光だけがねこう夜空に、えー、なんかこう浮かんで見えるようなね仕上がりになっています。 まあこのようなあのシャッタースピードをねえまあ10秒とかちょっと遅くしてえ撮る場合はやはりえ手持ちではぶれてしまうので三脚が必須ですね、えー、こちらの乗り物もですねえシャッタースピードを遅くしてみるとすごくね面白いんですけれどもえこんなように回転しながら上下に動くのでちょうどね光がクロスしたように映るんですね。 カメラの設定は基本的には夜景イルミネーションを撮るときは日中の風景を撮るのと同じで絞り優先オートでほとんど撮ることが多いんですけどもこういった動いているもののシャッタースピードを意識する場合はですねシャッター速度優先オート S モードで撮ることもあります。でですので そのボケ具合ね絞りを意識して撮る場合は A モードでシャッタースピード被写体の動きを意識して撮る場合は S モードにして撮るといいと思います。さて動いているといってもこれはですねなんかまるで飛び出した絵のようですけれどもこれはカメラのテクニックというよりはレンズをですね ズームレンズを動かして撮るテクニック露光感ズームと言いますシャッターが開いている間例えばですね4秒間のシャッターその間にズームをですねこのねレンズのズームありますよね大きく映ったりこう広く映ったりするここズーム。 これを動かして撮るとですね、写真の写る範囲、まあ、画角っていいますがこれが変わるので小さく、ね、撮っている状態からアップでバーンと広がってその光の線がですね、こう飛び出したように見えるというのがこの露光管ズームというテククニックなんですね。どのようにして撮るかやはりシャッタースピードをちょっと遅めにしないとこのマウス作業が ありますので、例えばじゃあ4秒にシャッタースピードを設定するとします。そしてちょっと広い状態ね、ズームの小さい数字。じゃこのレンズの場合は12から40ミリですので、12ミリ側でまずシャッターを切ります。そして1、2と立ったら残りの3、4で望遠側にズームする。そうすると。 小さな状態から1、2、3、4というように、えー、被写体がこう大きく広がったようになるというわけですね。えー、ということでちょっとこうあのー、形がしっかりしているものですね。この場合はハート型ですけれども、先ほどのはね文字が書かれてますけれども、こう平面的なイルミネーションで形がはっきりしたものをど真ん中に置いてで、えー、こうね、えー、四方に。 放出させるるようにすると、えー、こんな風な風ね写りになりますので、えー、面白いいでですのでちょっっとやててみてください、えー、さらにはですねこちら60秒、えー、間ズームをするその後にですね今度はですねピントをマニュアルフォーカスにした状態でずらすんですねそうするとふわっとソフトにこうボケたようにもなりますのでこの場合は6秒間。 6秒間じゃあまずね広角で小さい状態で12秒で34秒でズームで56秒でピントをずらすちょっとね、えー、作業がいろいろありますけれども、まあ、三脚に据えた状態でね、えーまあ、一つ一つ落ち着いてやるとこのような飛び出した写真。 プラスちょっとねふわっとソフトがかったような写真が撮れたりします。えー、続きましては、えー、アートフィルター,、ねえー皆さん使ったことす ありますでしょうかね私は普段お花をよく撮影しているんですけどファンタジックフォーカスソフトがねかかるようなアートフィルターを結構使ったりするんですけども夜景やイルミネーションでもいろいろなアートフィルターを使うとね面白いですのでちょっと挑戦していました。まずはこちらジオラマ なんですけれども、えー、まあこの街の風景をですねちょっとこう上から見下ろして撮れるようなシーンではすごく効果的な、えー、アートフィルターで、えー、まるで、えー、本当の街がですねジオラマを見ているかのように映るというものですね、えー、横位置の場合このね上下がボケて、えー、このピントを合わせた、えー、ちょうどコースターのあるあたりですね そこがシャープなんですけどそれ以外がボケますのでそれでちょっとこうねおもちゃっぽく見えたりすするんですね横位置で上下がボケるバージョンとあと縦位置にね対応したものもありますしあとピント位置によってシャープな部分が変化していきますので結構使いやすいと思いますね。こんなのも面白いですし あとは、えーとえー、イルミネーションとかね、えー、この明かり、えー、すごくもともとコントラストがありますのでモノトーンで撮るとね結構あの引き締まってかっこいいんですね。 でさらにこのねまあアートフィルターでラフモノクロームというのがあるんですがよりこうねちょっと荒々しい感じとコントラスト高コントラストの画像に仕上がりますのでこんなね夜景を撮るのにもこのアートフィルターすごく合いますね。それとちょっとこうね昔風の仕上がりになるビンテージなんですが。 えー、このアートフィルターにはですね、えー、種類によってプラス効果がいろいろとねつけられたりします、えー。イルミネーション撮影でおすすめの効果スターライト効果というのがあるんですけども強い光の部分にこの十字のこうねバッテンが、えー、かかってくるんですね。 クロスフィルターというのが、ね、レンズの前に、ね、装着するフィルターがありますけれどもそれと同じ,同じような効果をしまして何か、ね、アートフィルタープラスこのスターライト効果というのを使うとイルミネーションの輝きがよりましてキラキラと輝いて見えますね。 こちらはソフト効果のかかるファンタジックフォーカスイルミネーションの撮影でこのソフトフィルター系ですねかけるとすごく光が滲んだようになって綺麗ですのでこのファンタジックフォーカスというアートフィルターもよく合いますそれにプラスしてやはりスターライト効果というのを使いますと この場合はですね強い光はないんですけども細かな光がたくさんありますのでそこがすごくねキキラキラした仕上がりになっていますそしてこちらはですねジェントルセピアというアートフィルターやはりモノトーンなんですけども茶色と白のちょっと温かみのある仕上がりですねそしてすごくねキラキラした光がありますけどもこれはあの レンズの前につけるフィルターで、えー、クロスフィルターですねこれをつけたもので、えー、アートフィルターの、ねえーまあ、効果も面白いですけどもそういったあの、ね、クロスフィルターとか市販のフィルターをつけて、えー、楽しんでみるのもいいですね。はい、こちらもねそのクロスフィルターというのをつけました。 クロスフィルターにはですねこの光の筋が4本出るものとか6本出るもの8本出るものというのが売られていますのでお好みのね光のこの筋の本数があるものをね選んでつけますとこのような光のねある部分にキラキラとした効果が出てきますまたそのクロスフィルターというのはですね前枠がこうくるくるる 回転できるんですけど、そうするとこう十字の形がね、こう変化しますので、えー、こうね、しっかりとした十字でちょっとこう斜めのバツとかね、もできますので、えー、こうね、回転させて形を変えてみるということができます。さて次はボケですね。イルミネーションの光をぼかしてみたいと思います。 えボケはですね、なるべく望遠系のレンズが、えー、おすすめですね。え望遠系のレンズを使いつつ絞りを開けるということで、ここでは A モードでの撮影がおすすめです。え私もですね、普段使っているのがこのね40から150ミリの、えー、望遠 ズームお花を撮る時にもね、えー、もう一番よく使っているレンズなんですが、えー、このね望遠ズーームはイルミネーションを撮影すするにもいいですねやはりボケが大きくなりますのでピントは何かね手前の被写体に合わせるとその後ろ、まあ、もちろんですけども前側にあるものもね、えー、ボケたりしますのでこのような前後のボケを取り入れたりすることができます。えー、ボケをを作るる場合は絞りを開ける で被写体に近づくで主役のその前後ねえー、離れている、えー、前後のね被写体が離れている、えー、というようにして撮るとこのようにねでこちらの写真なんですが、えー、これはですねカメラの機能で多重露出を使ったものなんですね。 えと一見あの前ボケ、ねえー、こうボケがね、えー、こう手前側にあって重なっているようですけども実はですねこう元のののの写写写真真真は左ように、えー、こう特に特ボケの入っていないななんですね、えー、多重露出というのは1枚写真を撮ってプラスもう1枚の写真をこう重ねることができるんですけどもこの場合はこの、ね、女性のハイヒールのシルエットの写真に 別のところからボケだけを撮影してで多重ね重ねたというものなんですね。でもやっぱりボケを作るためには望遠レンズで絞りを開けてでしかも丸い形を維持させるためには絞り開放付近でね撮影するといいですね。絞ってしまうとボケが小さくなったりあとは角張ってしまいますので絞りは開け気味にして撮影する。 それを元のね核になるこの場合ですとそのね女性の足元のシルエット角になる写真とぼかす写真ですねえを重ねてえこちらの写真にしたというものですね。多重露出 またはカメラ内で老画像をね、こう重ねる合成なんていうのもありますので、えー、写真とね、写真をこう重ねることによって、えー、このようなね、キラミキのある写真を撮ることができます。そしてこちらも実は多重露出なんですけれども、ちょっと複雑なことをしています。後ろのボケが小さいボケ、中ぐらいのボケ、もうちょっと大きいボケ。 こう段階によってボケの大きさが違いますねこれはですねなんとこちらの写真のようにボケを3枚ですね重ねてるんですねまずは小さいボケの画像を撮りますということはボケ量を減らしているのでズームでちょっとこの望遠の量を少なめにして撮りますあとはねピントのあの えー、ボケの量で変えることもできますねで2枚目は中ぐらいのボケにしてで3枚目は大きいボケにしてそうするとこちらのように3種類のボケの大きさが違うものが重なってキラキララとしたボケが作られてるんですねそれとこのシャンパングラスの写真を重ねたのでまるでこう、ね、雪がちらついてるかのようにいろいろな大きさのボケが 重なったというわけですね。えー、ローでね撮影していくと画像と画像をこうね重ねていくことができますので、えー、こう二枚の重なったものでさらにそこに重ねる、重ねるということもねできます。ちょっと数が多くなりすぎるとね大変なんですけども、画像と画像を重ねた写真に。 またもう一つ重ねるなんていうこともね、えー、できてしまうのでいろいろアイデアを出して、えー、多重露出合成ですね、えー、やってみてくださいそして、えー、また次の写真がこちらですねこれもクリスマスのリースと,、えー、とボケをまたね違うところから持ってきたというのは同じなんですけれどもあとはこちら パーーーートトカラーというアートフィルターですね1色だけを残してあとはモノトーン化するというアートフィルターなんですけどもこの場合、まあ、クリスマスっていうとね赤とかのイメージが強いかなと思いましたのでこのねお花の飾りとかリボンの飾りとかの赤色だけを残してあとはねモノクロになっているというアートフィルターですね。ここれがが簡単にう、ね、ういうふうなのが アートフィルターを選べば、ね、できてしまいますので,で色もあの選べますので自分の好きな色だけを残してモノクロ化するなんてこともできます。さて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 さ,てさあこちらはですねやはり前ボケですねイルミネーションのねこのボケっていうのはすごくね綺麗ですので、えー、こう手前から奥にですねイルミネーションがこうバーっと。 つながっているところなんですけども、えー、ウサギちゃんの形の、ね、イルミネーションが奥にありましてなのでピントはちょっと奥側に合わしてますそうすると手前側のこうイルミネーションがボケてこうグッと、ね、奥行きがある感じになっておりますねまた、えー、とこれはあのフィルターレンズの前につけるフィルターなんですけどもフォギーフィルターっていうのがあるんですね。ソフトフトィルターの、まあ、お仲間に ギーフィルターというのがあるんですけどもあのソフト以上にですねすごくあの、えー、まあソフト効果です、ね、にじみの効果が強く出ても霧の中のような、えー、という、えー、まあフィルターがありますのでそれをつけるとこんなふうに、ね、大きくにじんだ写真になりました。光が、ね、増ええたような感じに見えて面白いですねそしてこちらこれもですね実は多重なんですね。 でこの星型の、えー、こうガラス面に付、えーねまあ、けられてた星の形の部分だけを取ったんですけどもで後ろのねこの虹色は何かというとこれ観覧車の一部分。 観覧車なんかいろんな色にこう変化していく観覧車が最近ねいろいろあると思うんですけどもその観覧車の一部分を取ってるんですけどシャープに撮るんじゃなくてこれもぼかしてるんですねなんかこうこういう並びになってると思うんですけどもその、えー、なんかこう7色になってる部分をぼかして取、えー、ったまるでな虹みたいになってますけどね斜めに。えー、それと えー、星の飾りですねガラス面に施されたね、えー、飾りを重ねた多重で重ででねねたといいうものです、ね、はい、そして最後こちらはい DM にも、ね、おはがきにもしたこのお気に入りの1枚なんですけどもこちらも実は多重なんですね。えー、シャープな、ね、この えー、この空のトーンが残ってる時間帯ですねに撮影した、えー、夜景プラス、えー、これはですねあの、まあ、そのちょっとね近くにあったハート型のイルミネーションの、えーまあ、オブジェというかねイルミネーションのこう飾りですねハート型がありましてそれをまたぼかして撮ってるんですねそうするとハートの枠だけができたのであこれは何かに使えるなと思ってですね これは後からですねちょっとエリアが離れていたのでまずはこのローで撮っておいた夜景の写真をメディアの中に入っていた写真をでこの次のねボケのところに行ったときにこれをね合成で重ねてみようと合成はメディアの中に残っているこのローのデータ同士であればえこう後からでも 重ね合わせることができますのであさっきの写真にねちょっと合わせてみようかなと思ったら結構、えー、自分のね想像以上にね、綺麗だったので、えー、こんな風になったということでお気に入りの写真でございます。えー、ということでですね、えー、写真はね以上になりますけどもまずね基本的に、えー、やっぱり夜のシーンですからブレないように気をつけて、えー、感度の設定ですね。 あとはですねこう結構このシャッターを押した振動で三脚がこう微妙にぐらついて拡大するとかすかなブレが起こってしまうこともねあったりしますのでそういう時はこういったリモコンをカメラにつなげてこうレリーズ,ですねリリーズをえーカメラにつなげてシャッターを切りますとカメラに触れずにシャッターが切れますのでそのシャッターを押す振動でも えー、でですすらも、ね、抑えることができます、えー、そういうものを、ね、三脚とか、えー、使ってあとは2秒セルフタイマーなんかを、ね、使いますとシャッターを切ってから2秒後にシャッターがこうパチャッと消えますのでそれでもね、えー、このシャッターをボタンを押した振動なんかも抑えることができます。だ結構ね拡大してみると、えー、こうブレって、ね、気になったりもしますので三脚を使っていても、えー、安心しないようにね してください、まあ、しっかりとした、ね、三脚をなるべく使っていただきたいのとシャッターを切る、ね、操作もちょっと工夫を、ね、していってで、えー、と結構イルミネーション明るいですので露出補正をでですすすすねね大幅に変えておおくのがおすすめです、ね、結構慣れないと暗く映っちゃったりすると明かりのこう華やかな感じが、ね、出にくかったりしますので液晶、えー、画面で見てみて少し、ね、明るめにも ちょっと露出補正を変えてみて、ちょっと少しね実物よりも明るいなぐらいがね綺麗なんじゃないかなと思いますね。はいということで、えー、今日ね、えー、使用した機材なんかもね登場しました。えー、ズーミングねこんな標準ズームを使って、えー、ズーミングをしました。 倍率のズームほどねズームの幅がこう長くなりますので、えー、もうドドンと飛び出した感じに出てきます、ね、そういったレンズもいいですねそして、えー、ボケを作るならこの望遠ズームですね、えー、絞りの開放値が明るいレンズほど大きく背景をぼかすこともできますし丸ボケを重ねるときに、えー、ボケを作り出すことも容易ですね、はい。ということで今回ですねこの えー、オリンパスプラザ東京クリエイティブウォールでの写真展、えー、ジュエルボックスでの作品をご覧いただきましたぜひねお近くの方は会場にもお越しください,い以上です